どうもやすてみやです。さあ本日ですねこちら <coughs> オークヒルズカントリークラブさんでございますよ皆さん大好きはーいはーい、えー、なんとね沖縄オープンの、えー、予選が今日行われましたそして、えー、今日ねご一緒させていただいた、えー、プロ黒岩光プロでございますありがとうございましたこの足 や足やばいからねマジでいやマジこれ伝わるかないやー<え>やっぱ会場とかでね見てごられる人の方がや,やっぱでもケツちょっと意識してますいやこれすごいのよ <laughs> まあまあこんな感じでね楽しいキャラで、あのー、すごいいいゴルフして現在暫定1位で待ってるんですよね3アンダーで <laughs>、はい、まあ全然もっと伸ばせそうだったけどね <laughs>、はい、まあでも なんか、楽しくやらせていただいて、はい、いはい。沖縄、ね、まあい、い、ける。まあ、暫定1だったらさすがにいけるのかな。<laughs> <laughs> と思いますんでね、ぜひ沖縄オープン注目してください。はい、僕も多分通過したと思うんですけど、まあ、それについてはまた別で動画を撮りたいと思いますが、えー、そんなね、黒岩プロ、もうすごいね、あの、魅力的な、あの、方で、僕はすごい応援したくなったというのと、あとまあ、シンプルにゴルフめちゃくちゃうまかったんで、 セッティングあのー、ちょっとせっかくだから撮らせてよということであのー、急遽ね本当と急遽だったんでちょっと何も準備されてないところ <laughs> 僕が無理やりみたいな感じだったんですけど快、えー、くご対応いただいて、えー、じゃあ早速なんですけど見ていきましょうかままたねちょっとラウンド動画とか出てもらって、はい、その時にいろいろ経歴とかさそういうのはあの教えてくださいよ。お願いしますね、はいでえーじゃあ あまあ、でも、ざっと言っとくか。あの、まあ、今は、だ去年、まあ、ざっと僕が聞いたところで言うと、去年ね、あの、あ膝と手首というか、指、 手の手術をされて、ねはい、まあそういうのもあって、今年はちょっと試合に出られないんですよね。そうです。なんも出れない。予選会から。そう、予選から。まあだからそのシードというか、今出場権がない状態でスタートしてまして、で、まあいろいろ出ていこうというところで、この沖縄オープンも、はいえー、チャレンジされているということで、はい、えー、まあだからね、まあもう活躍することがかなり、えー、硬いというかね、うん、そんな、 黒岩プロだと思うんですけれどで、えー、ゴルフ自体は、えー、いつから始めたんですかゴルフは10歳ぐらいから10歳はい<ー>でもやっぱ小学校はもう部活みたいなのが入,入らないといけなくてやっぱ小学校は相撲へえー、相撲やってて <laughs> ああえ出身は出身は 福島県の郡山市郡山かはいへぇで相撲やってたんだ相撲やってやっぱ福島で1位とかも取ってたんですけどすごいまあそれはこのねいや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 ややったんですけどやっぱ格闘技やっぱちょっと苦手だなとああそうか優しいからねそうっすねまあちょっと優しいで中学校はソフトボールやってはい小学校からゴルフやりながら相撲もやってはいで中学校もソフトボール次やって やっぱ団体競技楽しいなうん、まね、<laughs> 確かに確かにでまあゴルフやりつつみたいなはいはい,はい、はい、で高校からずっとゴルフやってくなるほど、はい、そうなんですねまあでも本当にお上手でね、あのーまあ、プレーもちょっとぜひ皆さんに見ていつか見ていただきたいなと思うんですけど今は、えー、静岡だっけそうです静岡に,にいらっしゃるということで、はい、どこのゴルフ場さんですか 富楽カントリークラブです。富楽カントリークラブさん、はい、ね、ぜひあの富楽行かれた方はね、あの黒岩プロいらっしゃるかもしれないんで、えー、ちょっと気にかけてもらえればと思います。ますで、じゃあちょっと入っていきますが、はいえー、まずね、あの現在スポンサーさんちょっと触れておいた方がいい、はい、いいですもんね、えー。現在何社ぐらいいらっしゃるんですかね。今年は五社五社接てもらってます。じゃあちょっとあの冒頭でいいので、あの会社名 本当は今ダウンなんですけどす、ね、左肩に、はいえっと、東方コンストラクションさんと、はいえっと、株式会社さくらさん、はい、で右側には、えっと、清水駿府病院と、はいえー、相葉不動産、はい、でもう一つは、えー、刀剣エンジニアリングさんです。ちょっとね、はいあのー また改めて出ていただくときに、はい、その辺のスポンサー様のね、ご紹介もさせていただきつつ、えー、今日はちょっと本当に急遽お答えをいただいてますんで、<laughs> えー、セッティング、ちょっとね、えー、見せていただけたらと思います。じゃあ、上からいきますか。はい、ね、えー、メーカーは、これスリクソンのバッグとキャップと、 ですけどスリクソンさんは提供していただいて契約とかではなくそうですかそうですかじゃあちょっといきますかドライバードライバースリクソンのヘッドカバーに ZXZX5 マーク2ですね ZX5 マーク2これは LS じゃない方で普通のマーク2のロフトが9.5度のニュートラルのポジションですね でシャフトが PT のあそうか色変わったのかいやこれ前のハイモジュラスっていうハイモジュラスか PT7XPT ハイモジュラスのあじゃあ新しめのやつですねあでもこれ PT は結構前か一個今新しくハイモジュラス出てるんですけどそれの一個前そうね今新しく出たのは DI のハイモジュラスかの出ましたしこれも新しく再発されましたそうかじゃあそれの前に出てたやつをそうです使われてると こここれれれいいいいすよでも限定品でしょ限定品なんですけどでもめちゃくちゃいいんで飛んでたもんね飛ぶよねそりゃこのこれだからねいや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 すごいのよこれ本当に生で見せるいや俺マジで最初見た時から足太ったで、ちなみにこのドライバーで飛距離的にはどれぐらいで見てますでもぐらい いやいやいやもうまあ250くらいもっと言っててくんないとさ俺がやっぱ2百0 3 0ぐらい飛んでない飛んでないみたいになっちゃうからでも大体いつも280ぐらいぐらいあそうなんだまあそれなりにまあでも結構こうなんていうのセーフティーにやるプレイスタイルまあ攻めるとこはもちろん攻めるけど結構こう 本当安定的なステディーなゴルフを意外とするんだもんねこう見えて、うん、いやでもそれがね俺はなんかすごい刺さったんですよねなんかこうなんか昼話してた時とかこう4日間のスコアもだいたいこれぐらいっていうのをこうイメージしてやってるみたいな、はいうん、俺なんかその概念なくて <laughs> まあアマチュアで持ってる人はなかなか少ないとは思いますけどいやそういうのがね非常に良かったですねはいということでこれもね「ZX5」ということで、はい さあその下がスプーンですね3番ウッドスイークそのヘッドカバーに,バーにシムツシムツ,シムツチタニウムの方だこれが15度3番ウッド15度だ3番、はい、ウッド15度これもね好きな人この V スティールのねこれ<ー>いいっすねありますよね飛んでたもんねこれもねこれとね正直これと俺のドライバーで <laughs> 俺のドライバーのがちょっと飛ばないぐらい。いやいや、実際すごいよ。これよかったですね。これも同じ PT。あこれも 7X ね。はい、モジュラス。PT7X、グラファイトデザインさん。これもいいんだ。打感が、僕、結構柔らかい打感が好きなんでなんで、まあ、これはずっと2年マイクとかからずっと使ってです。 結構使い込んんでだこれはチップカットとかはせずにあせずにやってるはいあでも42.625インチらしいですじゃあ随分小数点第3位まで42.625あそうか42.625ねでもちょっと D ちょっとバランス出てるんでうんなんでいつも短く持ってますあなるほどねなるほどなるほどこれは2百0 6 0って感じ そうです。50とか60ぐらい。ああ、いや、今日もね、あの、ま、ティーショットもさることながら、結構ロングのね、これで、イーグル、イーグル2個取ってアウトのロング、両方イーグルだもんね。しかもでも、1個はアイアンかなんかか。あ、そうです。あれは6番アイアン。なんなんだ何なんだ、一体。でもやっぱ、足だね。足か。俺もなんか太い太ももに憧れてきた。 さあえー、でその下が三3番ユーティリティおーおまあセリクさんのヘッドカバータイトルっすタイトルっ結構いろいろ入ってんねちょ見てなかったか正直 <laughs> このタイトルは気づいてなかった俺二十一度えー、H え H2 のええこれも結構年季入ってる、ね、これは入ってますね816なんだ、ね、はいこれ高校一年生ぐらいかなマジであここがあのあれだ隙間あるやつだ まだ隙間あるときだいや、わかんない、つくなそうなんだよえ取ったのそんなことないよねここ、<あ>今、<あ>埋まってるからねあ、そうなんですか最初からこれですねそう一時 <laughs>、その隙間のやつが出たんで。よねへぇ<ー>いや、これも結構 T ショット多用してたねそうですね、これまあ、いろんなユーティリティ使ったんですけど最終的にこれに戻っちゃうっていう多いよねいう名、ね、なんだね僕は結構好きな打感も柔らかいんでなるほど これは DI なんだシファクトは DI の DI のハイブリッドの 95X105、はい、の X も使ったんですけど、はい、やっぱ重たいし触れなくなっちゃうんで4日間とかって考えるとなるほどまあ95かなるほどこれはどれぐらい飛ばすのこれ230とかなるほどお、まあ、前後でいろいろ打ち分ける結構打ち分けてたもんねこれ結構 <laughs> こう打ちなめちゃくちゃお気に入ったりもしてたもんねこれそうですね頑張れば200転がって260とかまあいっ、うん、ドローで生かすこともできるみたいなまあ一回まあやんないですけどね <laughs> <laughs> なるほどまあ230ぐらいそうです、はい、結構ティーショットはだからこの3本を多用して使いけ、ね、そうですね使、はい分けるよね いや、これ、今から、あるこれ。え、でも中古とかで結構。そうか。これ3番になるのかなそうです。3番。三番なのはい。僕の中では。21度。度は怪しいとこだよね。3番か4番か。そうですね。そうだね。なるほど。はい。じゃあこれね。はい。そして、じゃあその下。が、4番アイアン。あ、4番アイアンが。で、4番アイアンなんですけど、カーボンが入って出てきて、 ーーああ ZU45 あれだまあアイアン型ユーティリティみたいなそうです45ってかなり前のものもう結構前ですこれもだから高校生ぐらいからってことでもこれは2020年に友達から買って 買ったの借りてるとかじゃない。て買ったの万円でなんだよスリクソン提供してもらってんのにでもやっぱ新しいのだとちょっと顔がちっちゃいというかあーなるほどまあこの顔の方が好きなんだちょっと大きいんですよねあ、そうなんだちょっと顔が大きいあ、ほんだちょっと大きいしこのトップブレードもそうです厚いし気持ちとグース入ってるというかあ、じゃあこのちょっと優しい顔がそうですね好きなんだねで、これも打感もいいんだ 柔らかかいいというか、えー、これちなみにシャフトはシャフトは AD120 なんてあんだこれは何かあんまないやつなんかとプロトタイプみたいつ感じらしいですい、ねえー、でも115とか110よりかは120の方が玉、うんうん、も上がってくれるみたいなあそうなんだ、えー、僕はそういう感じであそうですもうじゃあそれはもう抜けないやつだ これは変えらんないそれでもあんま使ってなくなかった今日今日あんまでもコース的にはそんなにそ,その距離がなかった距離がなかったですねあなるほどね、はい、でアイアンそうですじゃあかなんか1本そうだね5番から P は新しく出た ZFORGED22 2> 2だねこれいいよねこれ,すこれもこれあの持ってる時あった <laughs> あの俺スリックソンのアイアンめちゃくちゃ買ってるからこれいいですよ俺聞いてよ俺、まあ、動画とかでも言ってないけど、はい、俺 ZX7 マジで6回ぐらい買ってんの、はい、<laughs> 買って売って買ってそろそろお声がかかってもいいんじゃないですか <laughs>、うん、これねもともと Z 帽子ドの1を使ってますを大学4年ぐらいからずっと使ってて <laughs>、うん で今年入ってからああこれ新しくしてみようと思ってああいいねこれちなみにこれシャフト無印だけどそ<う>無印良品ですけど無印良品ホン、はい、<laughs> かトゥルーテンパーから怒られるんじゃないかそれこれは、えっと、S400 あ S400 なんだ、はい、ずっと X400 使ってたんですけど幅が 飛びすぎもう結構ライナー系にいっちゃうんでちょっとこうしなるしなる感じをした方がいいんじゃないのかなと思って S4、うん、にしてから球もよくなって今日も結構良かったえー、S4 が良かった、ね、やっぱ S2 じゃなくて S3 でも良かったんですけど <S S あまあパワーあるねパワーあるんで <laughs> ーすごいよ足がまあでも S4 の方が <laughs>、うん、こうタイミングは 重たいんで、うん、もう全体でクラブ全体でこう打てるのかなっていう感じはありますなる,なるほどねいやいいなこれでじゃあ,あごめんあのさっきの4番アイアン型ユーティリティで距離どれぐらい使うの4番これで210とか220ぐらいまでまで、うん、あとはまあその状況に応じてそうですねこれとユーティリティと使い分けるみたいなはい、はい、でアイアンが5五がこれが200 210ヤードとかだとまあ4でライン出したりとかちょっと高く上げたりとか結構これ結構万能だ <laughs> そ,、ね、そうですこれが万能なんで <laughs> だから試合でこうちょっと長めのコースとかになるとここら辺がその辺が活躍してくるんだ、はい、すごいねセカンドセカンドでそんな番手持ちたくないよねでも これれ結構上がってくれるんでまあ、ね、できれば使いたくないからその <laughs> <laughs> いやでも今日ユーティリティーよかった確かに確かにの14のユーティリティは良いいな <laughs> なるほどで S4 で P まで刺さってるとそうです P まで入ってて、はい、これ P6 でじゃあ,、まあ15ヤード刻みぐらいなのかな10とかそうですで大体15ヤードぐらい、まあね、ピッチングで何ヤードぐらいまでいくの130 40 かかなー感じですかねまあ130台ぐらいだったら打つからなそうですね、はい、すごいねロフトとかはもうそのまんまロフトはこれ一度立てて40 <laughs> えっと47度あったんですけど46度に行くんじあれやっぱちょっとグース感欲しかったってこといやちょっとピーだけ飛ばなくてあそうなんだ分かんないですけど感覚的に <laughs> なるほどなるほどじゃあ他は立ててないんだあそうですそのまんま じゃあ俺はたまたま今 P を P のいや見て言ったわけじゃないからね、はい、<laughs> なるほどねえー、じゃあそれが、まあ、P がこのぐらいんで、はい、その下は次は50度50ウェッジが3本入って,て,3本入ってます50度54度 58, <で>58度クリブランドはい RTX フォージドフォージドディープフォージドディープフォージドで ディープフォージド2ですあこれこのディープフォージドの方もあるんだねありますこのこれフェイスはあフェイスはあれじゃない普通です普通ですはいこれは50だけノーメッキそうです50だけんかツアー品みたいな形ではい試合2年前とかに出た時に ちょっと欲しいですって言ってです <laughs> じゃあ作っていただいて、ねうん、505458かはいあの、まあ、最近60度ね入れられてる方も多い感じだけど、はい、やっぱ58の方がそうです58 <laughs> だけど一度寝かして59にしてますあなるほどそういうことしてんだ、はい でトップして、うん、OB とか打っちゃうあ出ちゃうから <laughs> <laughs> 浮いちゃう感じね、うん、54とかはそのまま54はそのままです50それぞれ飛距離でいうと何や125とか130いけたら最高、うん、110120はいはいはい 90とか100とかなるほどああまあ結構感覚でこうやる感じだその場の状況とかそうですそうです結構絶対この距離という感じはあんまりないですねるほどこれはこれもシャフト S4 全部 S4 にしましたグリップは全部ゴルフプライズさんの MCC のこれプラス4プラス4ですウェッジとウェッジとドライバーだけプラス4プラス4でほは普通アイアンは MCC 普通の普通の やつねスタンダードね、はい、スタンダード、うん、オッケー。ですとで、えー、最後パターだね結構よかったっすね今日パター今日パターよかったね <laughs> 俺もそれちょっと気になっちゃったもんあとこのなんか長いグリップはいなんかいいなって思ったこれはちょっと汚いですけど七番 <laughs>、ね、のあれね最近こうちょっと最近流行ってるあのジェイルバードの形の やつね、はい、これが良かったねこれ結構良かったんすねこれ良かったねスイーグルだからねグリップちょっと長いよねグリップ長いんですけど、うん、でも長さは三十四インチなんで、ね、グリップだけ長いんだカウンターも入れてないんで <laughs> 入れてないんだまあ長い分ちょっと入れなくても 簡単にッるかなーみたいな感じで,はいはい、はい、で結構短く持つもんねスーパーストロークのストロークの S ぐらいを持つ感じちょっと構えてみてよ僕結構クロスハンドなんで、うん、こう握ってそうだよ、ね、こうするというおこんな余るんだよこれ <laughs> ねでこうやってい,く、うん、いやさすがっすねいや上手でしたねはいでえー、パッターがそんな感じこれは長い、はい、じゃあ結構あこれも、うん、そうです この四番ヤンぐらい。なあ、そうなんだ。はい、あ、じゃあ結構長いんだね。長いです。でも気分屋なんで、いろいろ変えちゃったりし変えつつって感じ、ね。<laughs> でも最近は落ち着きました。落ち着いてんだ。はい。なるほどね。で、えー、じゃあボール、ボールい。いいですか、見せていただいて。ボールが、ね、ールいいですよ。<laughs> あのー、ボール今日朝事件が起きましたね。<laughs> あの、あのー、ボールがね。 ボールがスリクソンスリクソンダイヤモンドねえこれ青でこのしっかり入ってるやつこれねあの僕と全く同じなんですよ人生初めてです <laughs> この青のペンでこの入れ方をしてしかもダイヤモンドっていう全く一緒でああえみたいな、ね、<laughs> 名前は かわいいねかわい系でかわい系でいくんだねホ本当初めてでした僕いや俺も初めてだったまさかその線の色まで一緒な人初めてたということでざっとねこれセッティングなんですけどちょっとじゃあ最後にね一番こだわりとかこのクラブが一番得意でもう抜けないみたいなのとさっきね 4U あったけど それなんか、ありますかっこっちの UTD は<れ>まあそうだよねこれはもう変えらんないだろうねこれは結構長いですね816スタンダードポジション21度、はい、そういうのがねありますよね地震、<も>まあ、うん、土壇場にこれは やってくれるかな結構悩んだらそれで言ってたもんねティーショットとかねそうですもうこれでなくみたいななるほどいいんだななるほど一番得意なクラブは得意は僕こんな見た目してウェッジが好きなんですよいやウェッジ良かったもんマジであのね俺だから覚えてるけどあの左どこ15番かなのあのんかこうマウンド越えのでマウンドに だ,から、まあ、だから3打目だよね、マウンドを越えたところにピンがすぐ切ってあって、はいで、マウンドにワンバンしたのよ、で、あ、絶対奥行ったわって思ったら、そこから止まったら、すごい傾斜、下り傾斜に、ンって当たって前にポンって跳ねて、ねえ止まんのみたいな、しかもあれ、<laughs> ラフから打ってた、そうです、ラフですね、なんだよこちょっと今度解説してください、それ。ね、そ結構、ベッチは 結構小技得意なんでなんこんなみたいこうやってこう太くてやっぱ飛ぶのかなーって思った <laughs> そうなんだそれは <laughs> やっぱこうやって飛ばしやゃうのかなーって思っていていちっちゃいのが得意っていう、うん、だからその筋力をこう安定に使ってるタイプだね多分そっちタイプですねあいや,いや <laughs> でもいいと思うだからすごいなんかアマチュアゴルファーとしてもなんかあ見ててなんかいいなって思った<あ>もちろん飛ぶしさあれだけどでもツアーの中ではまあすごい飛ぶっていう方ではないと思うから いやなんか非常にね、こう、いい <laughs> いいものを見せていただきましたよ。ありがとうございました。っていうことでね、えー、<laughs> この黒岩光プロ、えー、現在ね、絶賛スポンサー募集中ということで本当、えー、にね、素晴らしい人柄なんですよ。<laughs> まあ、今,日今見ていただいて分かったと思うんですけど。でねあのー 酒もやらない、タバコも吸わない、はい、ギャンブルもやらない、ですね、ゴルフのためにあのー、ね遠征やなんやであのー、いろいろ使って、あのー、本当にそれでカッツカツみたいな <laughs>、あのー、ことを言ってて、本当に応援したくなったし、あのー、僕はねあのーまあ、動画出てもらって、まあ、何かそういうね、はい、いいことがつながればと思うんで、ラウンドも、ね、ちょっと静岡でどうやって、はい。 どこで取るかとか決めなきゃいけないけど、ぜひちょっと出てください、今年。お願いします。もうすぐでも活躍しちゃうだろうから、早めにねあの、ぜひ出てください。お願いします、はい。ということでね、え今日もう一方ね、あのー、長いプロってね、同伴した方も非常にね、あのー、面白い方だったんで、またちょっとベッド取らせていただこうと思ってるんですけど、今日はね、黒岩光プロのクラブセッティングと。 というこで、皆さんぜひね要チェックお願いいたします黒岩プロありがとうございますインスタグラムもインスタをねあの何でやったヒカゴルヒカゴル黒岩光でやったら出てくるよねはい黒岩光で検索していただく黒い岩に輝くあの、光にンって書いて輝くねで名前はヒカゴルヒカゴルねオッケーということでぜひフォローお願いしますじゃあこの動画はね今日ないしは明日ぐらいには出すから これ俺最近編集しないで出すっていうのもハマ <laughs> ってるからさ <laughs> このまま出させていただきますということでね是非お見代わりをお願いいたしますそれでは次回の動画でまたお会いしましょうバイ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 バーイバイ <laughs> <おし> <laughs> ありがとうございました